まさかの出遅れ。来季はステップアップツアーですか go, 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 はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。2024年 JLPGA ツアーのクオリファイングトーナメント QT のファイナルステージが始まりました。初日の結果をお伝えしたいと思います。ゴルフ仲間に言われました。 何回説明したんですかねもう、かれこれ何回、もう10回以上説明してるんですけど、QT がよくわからんと言われまして、もう一回簡単にですけどね、ざっくり、まあ、QT の説明をしてる動画も昔出しましたけれどもね。だけど、まあ、もう一回、まあ、簡単にですけどね、今回はちょっと簡単にざっと説明して、それを踏まえて今日の結果どうだったかっていうのをお話ししたいと思います。 まあ、QT のこと知ってるよっていう方はね、その飛ばして結果だけ見ていただいてもいいですよね。はい。概要欄に、あの、チャプターつけてますんで、そこからこう、クリックすれば飛んで、のその先から見れたりするんで、そういうのも活用してみてください。で、あの、QT って何っていうと、クオリファイングトーナメントの略ですけども、まあ、QT、QT って言いますけどね。これね、何かっていうと、来年の、 JLPGA ツアー、レギュラーツアーですね。このレギュラーツアーに出場できるかできないかっていう試合です。まあ、それか、出場できなかったらカブツアーにあの出場することになるか、カブツアーをあの主戦場にして戦うのかっていうのが全部決まる大会です。大会というか、まあ、まあ,あ、トーナメントですね。予選会みたいな雰囲気ですよね。で、この試合、 まあ何位ぐらいに入ればレギュラーツアー出れるのっていうと、だいたい30位ぐらいに入りたいよねっていう感じですね。まあ決まってないんですよ。ここまでに入ればレギュラーツアーみんな出れますよっていうその枠が決まってないんですよ。まあなんでかっていうと、まあ試合によってね、出場人数って違うんですよね。例えばレギュラーツアーだったらだいたい90人ぐらい出れる。90人出れる試合。 とか、100人出れる試合とか、まあ、120人ぐらい出れるとか。まあ、そういった、こう、試合によってバラバラなんですよ。だから決まってないんですよね。で、あの、例えば90人出れる試合としましょうか。例えばね。これに、まずシード選手がこの枠を埋めちゃいますね。あの、メルセデスランク50位までの選手。これはエリエルレディースが終わった時点での順位ですよ。で、 エリエル終わった時点での順位で50位以内に入れなかった選手でも優勝してる選手4人いますよね。山内ひなこちゃんと荒垣ひなちゃんと佐藤美うちゃんとイーヒョソン。この4人が入ります。シード選手ですね。で、A 級シードの不動ゆりさんですね。それと複数年シードを行使してる長峰さきちゃんもここに入りますね。シード選手として入ります。だから50人プラス4人プラス 二人で56人ですね、ここまででね。で、一回目のリランキングまでの、あのー、シード、準シードなんてよく言いますけども、51位から55位までだった選手ね。まあ、これが、あのー、山内ひなこちゃんと荒垣ひなちゃんがこの中に入ってるんで、あのー、三人、木戸めぐみちゃんと、二井ゆうかちゃんと、りゅうりいつこさんですね。はい。 まあちょっとこう年齢でね、あのさん付けしたりね、あの雰囲気で言っとりますけどね。まあこの子ちゃんっていう感じだよな、何々ちゃんっていう感じだよなとか、まあ私もうバラバラなんですよ。あの年齢関係なくね。だから未だにね、あの、あの藤田佐伯選手は藤田佐伯選手なんですよ。シン・ジエ選手もシン・ジエ選手なんですよ。だけど、宮里愛ちゃんはいまだに愛ちゃんだね。いや年齢的にもだいぶ上じゃないですか。 ねえ。だけど、なんでだろうね。まあでも、宮里愛ちゃんは未だに宮里愛ちゃんって言っちゃいますね。はい。まあ、それはいいんですけど。で、メルセデスランク50位の選手と優勝者4人。で、A 級シード、複数年シードの2人を合わせて56人。プラス、あの、この準シード3人入れて59人ですよね。 足し算合ってますよね。<laughs> 50プラス4プラス2プラス3ですからね。59ですよね。それプラス、ステップアップツアー、賞金ランク2位までの選手、ゴンドーカレン選手と、木戸、え木下彩ちゃん。この2人が、あの、賞金ランク2位までに入ってますから、この2人が、準シード。まあ、1回目のリランキングまでですけどね。だから、61人ですよね。で、それプラス、 あの、福田真美ちゃんと、テレサ・ルー選手は、あの、トーナメント特別保証制度を使ってるんでね。あの、あと、テレサ・ルー選手は3級制度か。まあ、そういったのを使ってるんで、まあ、出ようと思えば出れるけども、すぐ出れるかどうかって、ちょっと微妙だけどね。まあ、1入れておくと63人になっちゃう。まあ、ちょっと、あの、全試合出たり、まあ、不動ゆりさんもね、全試合出ないから。まあ、もし出るとすれば、そういうふうになりますね。63人。 だけど、まあ、50位以内に入ってたの、エッティ、フレ、フレアイカちゃんと、西郷真央ちゃん、この二人は多分出ないでしょうと。まあ、あの、空きがあってね、あの、アメリカツアーがない時に、日本のツアーの試合があったり、まあ、スケジュールがまだ出てないので分かんないんですけどね、アメリカツアーってよく、あの、コロコロ変えちゃうから、あの、今年とはちょっと来年変わってくるしね。 まあ今年、あの、オリンピックがあったから、ま、だいぶ変わったんですよ。だから、おととしぐらいに戻る、戻るとは思うんですけどね。また新しい試合が出たり、できたりね。すると思うんですよ。で、あの、JLPGA ツアーの方もね、1個なくなって1個増えるって感じで、また37試合ですけどね。そういった感じで。あの、明治安田レディース、あの、横浜タイヤゴルフトーナメント、なくなります。鈴木愛ちゃんが勝ったやつね。あれなくなります。 まあ、それ、プラスして、あの、明治安田生命絡みの試合が1個増えるそうでね。まあ、37試合は、あの、同じなんですけど。まあ、それで、まあ、エッティと最後、まわちゃん多分出ないだろう、ということで、61人になりますよね。まあ、まあ、まあ、60人として、あの、90人の試合だったら、60人引いて、残り30人。だから、30位ぐらいまでに入りたいよね、という考えで、なりますよね。 100人の試合だったら、まあ40位ぐらいの選手が出れると。だけど、あの、ギリギリだとね、出場権が降りてくるかどうかわかんないよ。もう、交通費かけて行ってね、会場に行って、で、あの、ホテル代も取ったりしてね。だけど、あの、出場権がね、欠場する選手がいなくて降りてきませんでした。ったらもう、賞金0円で。 すごすごと帰っていかなければいけないとね。あ、一応練習させてくれるそうです。ちゃんとあのエントリーしてれば練習はさせてくれるそうですね。あの、ゴルフ場に入ってね。トーナメント会場に入って練習はさせてもらえるんだけれども、試合には出れなくて、予選落ちしたのと同じ。全くあの、お金はもらえずと。プロなのにね、お金もらえないということに、まあ、経費ばっかりかかっちゃうということになっちゃうので、ギリギリはやめたい。 だから上位に行きたいよねっていう感じなんですよ。まあ30位以内には入れれば出れると思うんですけどね。まあそれ以上に、まあ安心できるのはそれ以上かな。40位ぐらいでも出れるとは思うんだけどね。ギリギリになっちゃうとちょっと大変ですね。あのウェイティングで待たなきゃいけない。出れるかどうかわからないけども、交通費かけて会場に行かなきゃいけないと。っていうのを踏まえてね、ちょっと順位行ってみたいと思います。 はい。今日トップに立ったのは、ユーティーン来ましたユーティーン来た石油ティンちゃんと、そしてツンデレ森あやめちゃんですね。<laughs> ツンデレだそうですよ。森あやめちゃんねはい。石油ティンちゃんやっと来たね。まあ、まだ初日だけどね。初日だけど、このスコアは今までずっと出てなかったから、ちょっと嬉しいな一昨年優勝して、 で、全然もうシード選手としてやったけどダメでシード落ちしてしまって、まあ、とこ、今年はね、全然ダメだったでしょ。ねちょっとね、まあまあ、あの、しょうがないんだけれどもね、しょうがないんだけれどもね、まあ、強い選手がいっぱい出てきてるから、だから、まあ何がいけないかとか、あの、何が調子狂ったのかとかは、まあ詳しいことは、 わからないですけどね。インスタとか見てもあんまりこう詳しいこと書いてないですし。まあ普段はね、あんまりこう日本語上手じゃないので、まあまたそこが可愛いんですけどね。なんか片言の日本語の時がね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、まあそれはいいんですけどね。まあ、あのインスタ、あ、インスタ間違えないでくださいね。関ユーティンであのアカウントあるんですよ。 あれ違うからね。関ゆうてぃんちゃんの本物のアカウントは、アルファベットで C ユーティンって書いてある。C ユーティン35だったっけなそれが本当のアカウントですからね。あの、関、カタカナで関ユーティンっていうアカウントは偽物ですからね。誰かが勝手に作ったアカウントで、勝手に画像を載せて、インスタのアカウントで、あの、やってる、ああいう偽物アカウントがありますからね。気をつけてください。 もう、関ゆうてんちゃんの本物の方は、アルファベットの方ですから、そっちをちゃんと見てください。まあ、かわいらしい。なんかもう、モデルさんのような感じのね、映像を載せてくれたり、まあ、それとは、まあ、また、180度変わって、まあ、一生懸命トレーニングしてる姿とか、そういったのが入ってますけどね。まあ、一生懸命、 頑張ってはいるんですよ。まあ、ユーティンに限らずね、もう他の選手もね、毎日毎日トレーニング、練習励んではいるんですけども、まあ、どうなるかという感じですよね。はい。4日間、あのー、予選落ちないんですよね。だから初日トップに立っても、もううかうかしてられない。もう強い選手がいっぱい出てますからね。これで抜かされてしまうことになるかもしれないと。ちょっと大きく、あの、スコアを崩すことになったら、もう30位以内には入れないと。 いうことになりますからね。気を抜かないで、どんどん伸ばしていってほしいなと思います。はい。森屋山ちゃんもやりましたね。森屋山ちゃんトップに立って喜んでる方、ね、いつもコメントをね、くださる方、森屋山ちゃんのファンの方は喜んでると思います。そして北海道の吉本コ,コネちゃん。コ,コネちゃんが、こう、調子が上がってきて、まあ、ステップでも優勝したりしてね。いやー、これからレギュラーかと。 いう感じになってきてる時に、逆に菅沼奈々ちゃんが調子を落としてると。ねこの二人、渋子ちゃんと同期ですけどね、同じプロテストを受かった選手ですけども、まあ最初の頃はよく似てるなと言われたもんですけど、最近はね、やっぱり菅沼奈々ちゃんの活躍があるので、ここねちゃんがね、まあステップで頑張ってはいるんだけども、レギュラーであんだけ活躍するとね、ちょっとこう格差が生まれてしまって、 あんまりこう最近似てるとかって、そういう、そういう話は全然出ないですけどね。同じ組になってほしいな。あの、ココネちゃんがレギュラーに出た時にね、菅沼奈々ちゃんと、あの、ドライビングレンジの隣同士になってね、やっぱ似てるなと思いましたね。映像で見た瞬間ね。あやっぱり。で、ココネちゃんに話しかけてましたよ。奈々ちゃんをね。はい。やっぱりこの二人がね、もう同じ組になってね。 まあ、どっちがどっちが分かんないというアナウンサーが困るという感じでね、なっていただきたいなと思います。林菜子ちゃんも、ね、吉沢ゆずきちゃんも来ましたね。やっぱり林菜子ちゃんはちょっとレギュラーに出てほしいタイプの、まあ、ビジュアルの子ですよね。はい。それと、吉沢ゆずきちゃんは、まあ、私が注文した、あの、ま田夢ゆめのちゃんが、 あの、乗ってるカレンダー付きのね、ゴルフダイジェスト。ま、今日、あの、本屋さんに来たっていうんで取りに行きましたけどね。それの1月2月が吉沢ゆずきちゃんですね。この吉沢ゆずきちゃんも、やっぱり可愛らしくて、ま、あの吉、吉沢、吉田ゆうりちゃんの後輩。吉田ゆうりちゃんの下が最後まおちゃん。その下がむぐるまひなのちゃん。そしてその下が吉沢ゆずきちゃんですね。 まあ年代的にはダイヤモンド世代と呼ばれる世代ですけども。この子が、まあ、頑張ってますよ。で、私が結構この子好きだって言ってたね、荒木優奈ちゃん。まあ、あの、丸顔動顔好きなんですよね。なので、まあこの子、多分ね、40歳ぐらいになっても今とあんま変わんないじゃないかな、顔が。まあそういうタイプの子が好きですね。あの、ロリコンじゃなくて、あのー、 年とっても、こう、幼さが残ってるような童顔の子が好きという、ただそれだけなんですけどね。まあこの子はそんなタイプ。ユーティーもそうですよね。そんなタイプですよね。顔だけで言うとそんな感じの子が好きなので、この子ね、やっぱりアマチュアの頃の実績も考えても、やっぱり上に来る子だと思うのでね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。そしてサイペンインちゃんですね。サイペンインちゃんもレギュラーに出てほしい。この、 ねサイペインちゃん、まあ、知ってる方も多い,多いと思うんですけど、レギュラーでもね、十何年かかったっけ日本に来てね、やっと優勝したっていう時から、シード落ちしてしまってね、去年はちょっと辛い思いをしたと思うんですけども、去年ね、あの、去年じゃない、今年か。もう終わったからね、来年になった気分になっていますけど、今年ね、あの、ステップアップツアーの賞金女王はゴンカレですよ。ゴンドカレンチャーです で、2位が木下彩ちゃんですよ。で、サイペインちゃんは3位ですね。もしくも。だから QT に出なきゃいけないという立場なんですけども、平均スコアはサイペインちゃんが1位ですね。もう、やっぱ安定してるんですよ。で、しかもね、あの、カメラが向くと、あカメラに気づくと、もう最近の川本結角家のようにね、 サイペインちゃんももう満面の笑みでね、手振ってくれるんですよ。この、この、ね、あの、あのカメラに向かっての笑顔は可愛らしくてね。私は好きなんですけどね。はい。そして、安田彩乃ちゃんと泉田琴乃ちゃん、琴奈ちゃん。そして、新人、徳永愛美ちゃんと。いやー、頑張ってるじゃないですか。ねえ、徳永選手。2番だったですよね。プロテストの時はね。だから、もう、 あと一歩のとこで1位通過っていうとこだったけど、まあ、寺岡さやかちゃんしか、あの、1位通過の選手しか、このファイナルから出場できないという立場ではあったんですけど、2位だったこの徳永愛みちゃんが、あの、ファーストクリアしてね、で、このファイナルに来て、まあ、初日、もうこの順位だったらね、上々じゃないですか。ね。頑張ってほしいですね、新人の選手にはね。 そしてもう一人、右側にいますね。宮古玲香ちゃん。そして、増田夢乃ちゃんですね。頑張ってますね。石井忍軍団。<laughs> 石井忍軍団頑張ってますよね。スリーアンダー。もう、上位に来て、楽々レギュラーツアーに行ってほしいですね。はい。吉田凛ちゃんもここにいますよ。もう20番台にいますからね。20番以内、20人以内に入ってますからね。 ここのページにいるっていうのは、まあ、初日だけだから安心はできないけれどもね。まあ、ぜひ、あの、必ず通過してね、やってほしいなと。レギュラーツアーで、ね、映るところで頑張ってほしいなと思いますね。稲垣奈々子ちゃんもね、頑張ってます。そして、篠崎愛ちゃんではなく、篠崎愛菜ちゃんですね。はい。まあ、あの、このチャンネル初めて見た方ね。で、ゴルフそんなに見てない方。 おっと思ったでしょ。篠崎愛ちゃんがこんなところにいると。ね。グラビアアイドルではないですね。<laughs> はい。もう、ずっと見てくださってる方、もう、聞き、聞き飽きたよと。<laughs> このね、あの、あの、やりとりというかね。この、鈴木、あ、鈴木やね。篠崎愛ちゃんのくだりはね、もう何十回も聞いてると思うんですけどね。初めて来たら方のためにはね、ちょっと言わないとと思ってね。マナティ。ねえ。 まあの、細身の子ですけどね。まあの、しど、あの、グラビアアイドルの篠崎愛ちゃんとは、まぁちょっとこう真逆な感じですけどね。それと長井かなちゃんはもう、レギュラーツアーに出てほしい。まあ後藤美優ちゃんもそうですけどね。まあシードだった選手が、シード落ちして、ここで上位に来ないと、ステップになっちゃうんですよ。これ、まあレギュラーの、あの、レギュラーのっていうか、 あの、シード選手だったからっていう特典は1年だけなのでね。その1年でダメだったら、ね、この QT 出なきゃいけない。そしてこの QT が失敗すれば、レギュラーツアーに出れないと。まあ、推薦をもらってね、出ることはあったろ、あったとしてもね。あの、ステップアップツアーの主戦場っていうことになってしまうのが、本当に辛いですよね。調子をちょっと落とすと、 全く、こう、あの、レギュラーツアーには及ばれしないという形になってしまう厳しい世界です。はい。ちょっとホールバイホールを見ていただきたいんですけどね。まずこちらの12。ユーティンノーボギー。森井やめちゃんは9つバーディー取ってるんですよね。しょっぱな4連続バーディーってすごいね、これね。<laughs> 後半でも伸ばして、まあ1つボギーはあったけれども、まあユーティンノーボギーはさすがだね。 ノーボギーは素晴らしいと思いますよ。これはね。はい。あの、グレーに塗っている選手は10番ホールのスタートですね。まあ、他の選手たちも、もうボギー少なく、なんとか、あの、こういうスコアでね、初日終えましたから、このまま続けていきたいところでしょうけども,も、他の選手たちも手強いですよ。その次見てください。 はい。稲垣七子ちゃんなんかはダブルボギーがありながらもこのスコアで終えてますからね。はい。宮古麗華ちゃんも、13番ではボギーありましたけども、4つバーディー取って。そして夢のちゃんもね、ちょっとこちらのホールバイホールは夢のちゃんを上にしました。小野弘美さんごめんなさい。<laughs> はい。あのー、正田夢のちゃんと宮古麗華ちゃんを、あのー、 ちょっと並べておきたかったというね。まあ、単純な、あの、私の思いだけで。しょっぱなボギー打ったんだよね。これ、ど、どういうボギーだったかは映像がないのでわかりませんけれども、QT もね、あの、映像撮ってほしいよね。本当にね。で、あの、まあ、勝手な私の想像ですけどね。ボギー打っといてよかったんじゃないかなと。あの、パッティングの感じ。 アプローチの感じっていうのをここでちょっとあの掴んだんじゃないかなというふうに私は勝手に予想しておりますね。このボギーでパチッとねスイッチが入って、あ、グリーン、今日のグリーンこんな感じねと。まあショートしたかオーバーしたか知りませんけれどもね、外したっていうことだと思うんですけども、これ外したときに、あ これちょっと強かったな。今日のグリーンはこんな感じだなっていうのをここで掴んで、その後ノーボギーだったんじゃないかなと勝手に予想しておりますね。ボギー打っといてよかったんじゃないかと思います。はい。そして次見てください。はい。金組頑張ってますよ。ねえ。体調どうでしょうかね。体調が大丈夫であればね、ねなんとかいけるんじゃないかなと。はい。そして、あ、 あの、コメントいただきましたね。山下小春ちゃんは、あの、繰り上がりで出場できるように。まあ、ちょっと、ファーストステージでは、あの、進出できなかった順位だったんですけどね。だけど、なんとか繰り上がって出場できることになったそうですね。そして、手塚みやびちゃんですね。石井忍軍団、<laughs> 来てますよ <laughs>。 手塚みやみちゃんが上がってくれば、石井忍軍団に、この、教えてくださいっていう人が殺到するかもしれないというね。<laughs> 石井忍プロはね、可愛い,い子しか取らないそうですよ。そんなことないか。<laughs> そんなことはないと思うんだけど。<laughs> そんなことはないと思うんだけど、可愛い,い子が集まってくるんだよね。おかしいんだけどね。はい。わかりません。なぜかはね。はい。この長田かなえちゃんっていうのは、 あの、コメントをいただきましたけどね、前に。あの、喋り方がね、山下みゆちゃんですね。山下みゆちゃんっぽい喋り方をします。声もなんか似てたね。雰囲気もね。パッとこう、正面で顔を映すとそうでもないんだけどね。もう喋ってるインタビューの様子なんか見るとね、声がね、山下みゆちゃんかなと、ね、違う方を向いているとね、そんな感じしましたよね。びっくりしましたけどね。まあ顔見たら、ああ、違うわ、と思ってね。はい。そして、 山城奈野選手もね、ステップで優勝しましたからね、調子を上げてのこの QT かなと思ったんですけどね。もうちょっと伸ばしておきたいでしょう。ね。あの、30番以内には入っておきたいからね。これね、23位タイだったらどうすんのっていうことがあるんですけども、これはね、4日間のあの、トーナメントなので、あの、4日目、最終日スコアがいい人が順位が上になります。 もう、これ、23位タイだったらね、この23位タイだったら、まあ4日間やって、その4日目、最終日にスコアがいい順に並び替えられます。そっちの方が順位が上ということになって、もう、もうすでに決まってるので、それはね、決まり事なので、最終日に伸ばした人が上です。なので、この23位タイとかね、まあそういった順位が並んでる人たちは最終日頑張りたいというとこでしょうね。はい。 そして、吉田ゆりちゃんが、りんちゃんの下です。これさ、残れなかったら大変だよ、これ。大丈夫だと思うけどね。私は大丈夫だと思いますけどね。はい。吉田凛ちゃんもあれだったね。あの、プロテストに比べてれば、比べれば、あんま緊張してないと。緊張はしてるんだけども、プロテストほどじゃないと。ね <laughs>。プロテストは緊張したって言ってましたけどね。まあ、確かにね。はい。なんかもう何度も落ちてるから。 しょうがないよね、それはね。吉田ゆりちゃんですけども、まあ、アメリカツアーで100位以内に入れなくて、9シリーズ予選会を受けなきゃいけない。最終予選会は12月5日からなんですけども、そちらに出なきゃいけないと。で、ワウワウの方もね、あの、放送してくれますし、映りますからね。それを、あの、いい形で迎えたいと。そっちで通ればアメリカツアーに行くでしょう。だけども、もし QT、 ま、これに失敗して、で、アメリカツアーの予選会、旧シリーズに失敗して、となると、吉田ゆりちゃんは、株ツアー、ステップアップツアーです。ステップアップツアーに出るのか、アメリカの、あの、エプソンツアー、株ツアーに出るのかは分かりません。だけど、吉田ゆりちゃん、メジャー取ってますから、 まあ複数年シード持ってますので、それを行使して出場することになるかもしれないというね。アメリカツアーは一旦諦めようということで、日本のツアーに専念して、まあ、それを行使してね、あの、レギュラーツアーで頑張るのか。まあでも私的にはそれは、あの、もしそうなっても行使しないんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですよ。なぜかというと、 まあ、これだけ実力のある選手なので、まあ、スポンサーとか、周りのサポートをしてくれる人たち、チームのメンバーと話して、あの、よく吟味してね、あの決定していくんだと思うんですけども、まあ、あの、周りの支えが、いや、それだったらもうね、頑張って支えるから、あの、自分の思い通りにやんな、というふうに GO が出れば、どっちももしダメだった場合ね、 まあ、多分ダメっていうことはないと思うんだけど、私的にはね。ないと思うんだけども、もし仮にダメだったとしても、エプソンツアーにも出て、日本のツアーに時々帰ってきて出るっていうような形をとって、まあ、エプソンツアーで上位10人以内に入ってね、15位以内に入れば、あの、レギュラーツアー出れるんですけども、まあ、その中でも順位が上の方で戦って、見事に来年、 あの、エプソンツアーで賞金ランク1位、ランキング1位になって、再来年はレギュラーツアー、もう見事に出場と。もうシード選手みたいな感じでね、ずっと出れるっていう、そういった形になるんじゃないかなと。もしダメであってもね、まあ、どっちにしても活躍する子だとは私は思ってますのでね、なんとかしてほしいなと。 まあ、これは多分、あの、いけると思うんですけどね。何かアクシデントがなければ。まあ、吉田凛ちゃん同様ね、あの、通って、レギュラーツアーの出場権を獲得した上で、アメリカの予選会にね、出場すると思うんですけどね。で、アメリカの予選会も通って。で、一応シード、日本のシードを持ちながら、 アメリカのツアーにまた再度挑戦っていう形に私はなると思います。私的にはね。あの、まあ、人間がやることなのでね、あの100、100%はないけれども、私はそういうふうに読んでますね。踏んでますね。はい。まあ、最悪そういうこともあるでしょさっき言ったように、この QT も失敗して、あの、30倍、40倍以内に入れないとか。ね、もしくは、 あのアメリカツアーの予選会でもあの順位が下の方になってしまって通過できずに、まあ、今回25番以内だったかな20番以内に入りたいよねっていう形なんだけど25番以内に入らないとあダメなんですよねそれ以下だと45位以内であのツアーカードもらえるっていう形だったけどもう旧シリーズはねより厳しくなったんですよね その代わり、エプソンツアーの、あの、11位から15位までの選手は、レギュラーツアーに出させてあげるよ、というふうに変わったのでね。ルールが変わったので。ちょっと、また、旧シリーズ厳しくはなったんですよ。だから、結構、あの、きついんですよね。アメリカの予選会。日本選手いっぱい出るしね。なので、厳しいのは厳しいんですけどね。うまくちゃんとクリアして、 アメリカツアー行くと思います。私はね。そう願っておりますね。はい。そして、高木優菜ちゃんも、この子はちょっとレギュラーでね、やってもらわなきゃ困る。<laughs> 困るというかね。まあ、もうステ,ス,テステップアップツアーにね、出て優勝してた選手ですから、まあ、ここはやっぱりね、レギュラーでね、普通に頑張るっていう形を取ってもらいたいもんですね。 はい、次に来る黄金世代の優勝は高木優奈ちゃんかなと思います。はい。コタッキー、コタキちゃんもここでですね。まあ、おと優勝したのがね、あ、去年か。去年優勝して、今年、レギュラーで、まあ、シード選手として頑張ってますけど、1年で落ちてしまったというね。はい。北海道明治カップでね、目の前でタッ、タあの、コタッキーを見た時はね、 いや、コタッキーに似てんなと思っただけだったんですよね。いや、なんとなく、このウェアもね、あの、コタッキーに寄せてるなと。コタッキーファンなのかなと。まあ、そういう感じで見てたら、本物でしたね。コ <laughs> タッキーだった。<laughs> 本人だったよ。<laughs> ちょっとね、話しかけたかったけどね、やっぱりね、あの、予選落ちしちゃったんですよね。コタッキーが。北海道メ治ジカップ予選落ちして、 で、北海道から移動するのに、あの、飛行機か何かをチケット取ってたけど、あの、最終日、プレイする予定として取ってたんじゃないですかで予選落ちしちゃったから最終日プレイできなくて、あの、中、プレイを、様子を見に,見に行ったんじゃないですか普通にウェアを着てね。プレイはできないんだけれども、あの、一緒に戦ってる仲間の、 あの、プレーを見てね、まあ、刺激を受けようとか、勉強しようとか、そういう感じで見てたんじゃないですかね。はい、普通にこう、あの、プレイするような格好で来てましたね。はい、いやー、びっくりした。あれはね。コタッキー似てんなーと思って、ね。あ <laughs>、コタッキーじゃん。<laughs> コタッキーじゃん。なんで本物かよーとか言ってね。びっくりしましたけどね。 まあ他の人たち全然気づかないのね。コタッキー目の前にいてもね。まあ気づいてるんだけど別にファンじゃないしっていう感じだったのかな。わかんないけど。<laughs> はい。それからおいでみ水きちゃんで、ね、ぶ子ちゃんの名付け親、おいでみ水きちゃんも頑張ってますね。それから宮田成はちゃんもこの子もレギュラーとして、レギュラーツアーで頑張ってほしいね。もうちょっとで優勝っていうね、優勝争いにも絡んできた。 あの、何試合かありましたのでね。今度は、まあ、し、ちゃんとシード取れるような安定感を見せて、ね、頑張ってほしいですね。この中村心ちゃんは今年プロテストを受かった子ですね。はい。そして、平塚まちゃんですね。今年受かった子です。この子もね。はい。まあ、ステップで優勝すでにしています。2017年にもうすでに。 ステップアップツアー優勝してる、高校生の時にね、ステップアップツアー優勝してる子なんでぜ、ね、ひね。この子はもう、あの、宮古いかちゃん同様ね。あの、プロテストなんかも免除でいいよってずっと言ってたんですけど、まあ、見事に受かってくれたのでね。ここでやっぱりレギュラーツアーでね、もう暴れ回ってほしいですね。はい。西沢愛美ちゃんもそうですけどね。新人選手。はい。それからですよ。次見ていきましょう。 はい。え、マイダちゃんもそうですね。プロテスト受かったばかりの子。そして、ムグルマヒナノちゃんですね。今回ね、辻村キャディだそうですよ。ね、辻村コーチがキャディーしてくれてるそうなので。まあ、ちょっとね、あの、とかあの、なんていうの心強い、あの、パートナーですからね。コーチが。まあ、レッスンみたいな感じには多分もうならないと思いますよ。ね。 ここがこうしてこうしてとかね、そんな風にはならないと思うんで、まあ、あのー、マネジメントをね、きちんと、あの、するように、あのー、助け舟を出してくれると思うんですけどね。はい。今日ただ一人ね、レナゴンがね、イーグル取ってますけどね、ダボもあったので、帳消しになっちゃったんだよね。<laughs> 石川レナゴンね、しぼこちゃんの一個下の後輩ですよ。ね。この子よく食うね。<laughs> よく、まあ、あのー、吉田由美子ちゃんの、あのー、動画でね、あのー、大食いやってましたね。<laughs> 大食いみたいな。すごい食うんだよね。やっぱりね。さすがです。はい。レナゴン。はい。愛しのファンさん、もうちょっと伸ばしてよ。ねファンさん。ファンさん伸ばして。<laughs> はい。そして、清本みなみちゃんはね、去年のプロテスト1位通過の子ですけども、 あれですね。今日本取りに行ったんですよ。まあ、あの、注文してた本が届いたよということでね。増田ゆめろちゃんが入っている、あの、カレンダー付きのゴルフダイジェストね。1月号。ね。皆さんもね、亡くならないうちに買っといた方がいいですよ。その中にも入ってます。清本みのみちゃんね。はい。まあ、清本みのみちゃんファンの方はね、もう必見ですね。これはね。 そして、大菅のぞみちゃんですね。はい。146センチのこの大菅のぞみちゃん。去年ね、このステップアップツアーで賞金ランク2位になって、今年前半戦はレギュラーツアーずっと出られるという資格があったんですけども、そこで成績残せずに、1回目のリランキングでもうステップアップツアーに戻ってしまうという感じでしたね。もうちょっと頑張ってほしかったなぁと。 思いますけどね。そして、ここにね、山地明選手がいます。そして、工藤優美選手もいます。この黄金世代、この二人もね、まだ未勝利ですからね。優勝争いにね、レギュラーツアーで来てほしいかなと思いますね。そして、大江香織さんが復活。復活していきなりレギュラーツアーったらかっこいいね。かっこいいでしょう。お子さん産んでね。それから復帰してきて、 いきなり QT で、いきなり上位に来て、レギュラーツアー獲得と。かっこいいじゃないですか。まあ、もうまだお子さん小さいからね。まあまあかっこいいとかね。そんなふうにはまだならないかもしれないけれどもね。いやー、すごいと思いますよ。まあ、しっかりね、あの、体作ったりして頑張ったんでしょうね、3後ね、はい。まあ、産んですぐじゃないとはいえね。 あの、やっぱり、ラウンドレポーターとかやりながら、また、あの、投資が燃えてきたんじゃないですかね。はい。そして、吉羽ルミルミがここなんですよね。ちょっと上げていかないとね、ちょっと厳しいですよ、これね。レギュラーにぜひ出てほしい。まあ、あの、ドライバーの飛距離が復活してきたんでね。この飛距離があれば、戦いになるかな、という感じはしますけどね。はい。まあ、ステップで優勝した長島花音ちゃんもね、 ま、あのー、卵ちゃんって私は呼んでますけどね <laughs>。卵みたいに、ね、プリンとしてる顔してるんだよね。可愛らしい顔してます。そして、ティーチングプロだったんだけど、あのツアープロにもなったという古谷翔果ちゃんもね。まあ、ちょっとこの辺の方たちは上げていかないとね。まあでも、予選落ちがないっていうあのトーナメントなのでね、それはいいんですよね。出遅れたとしても、あと3日があると。 3日あるから何とか挽回できるっていう気持ちでね、もう1日少しずつね、上げていってほしいかなと思いますね。はい。それから次行ってみましょう。ここですよ、ほら。菅沼奈々ちゃんここなんですよ。マジかと。いやー、吉本コ,コネちゃんが上位に行ったと思ったら菅沼奈々ちゃんここなんだよね。 ちょっと二人でね、レギュラーで戦ってほしいんですよね。いや、ちょっとね、これ大変ですよ、これ。菅沼奈々ちゃんファンの方。ね、去年ね、2勝した菅沼奈々ちゃんが、いや、今年は調子悪い。1年でシード落ちしてしまうかと。そんな感じになってしまいかねないですね、これはね。 はい。一年でっていうことはないんだけどね。まあ、ずっとシード守ってきてたから。いやー、これね、厳しい世界ですよ、本当にね。応援してる岸辺桃子ちゃんもちょっと厳しいな、こういう子だとね、ちょっと上げてってほしい。そして菅風花ちゃんですよ。私さっき好きだって言ってた荒木優奈ちゃんと同級生ですね。日小学園の同級生。先に菅風花ちゃんがプロテストを受かって、まあ、活躍してたと。で、 あの、ファイナルから出場できる順位で、メルセデスランクを終えたと。ね、シードは取れなかったけどね。まあ上位に来て、あの、70位以内に入ったんで、まあファイナルからの出場ということになりましたけども、荒木優奈ちゃんの方が飛び出してるというね。そして、まあ、その一つ下の後輩の福田芽衣ちゃんが右にいますね。2オーバー。この3人の日照学園、団体戦は強いね。はい。 今年プロテスト受かりましたからね。荒木ゆなちゃんも福田めいちゃんもね。頑張ってほしいですね。はい。そしてみさきち宮沢みさちゃんがね、ちょっと出遅れて。まあ去年はね、あの、準シードだったのでね、QT は逃れたんですけども。今年は落ちてしまったのでね。55位までにも入れずということで、QT 受けておりますけども。ここはクリアしないといかんね。 またステップに逆戻りなんていうことがないように頑張ってほしいと思います。はい。ゴーズマの選手もね、ここですね。まあ、他の選手もね、あの、まだまだ十分逆転はあり得る感じですよ。だからね、あと3日間ですからね。予選持ちないのでね、少しずつ上げていっても、まあ、最終日にね、 あの、同じ順位だったらその上に行きますからね。まあ、最終日に向けて上げてほしいかなと思いますけど。はい。そして、次行ってみましょう。これ次が最後です。三ヶ島かなちゃんがここなんだよね。いやー、どうすんだろう。まあ、私はね、私はね、三ヶ島かなちゃん、多分、あのー、利口勝ってるからね、複数年シード持ってるんだけど、 前に言ってた言葉をそのまま信用してね、多分、三ヶ島かなちゃん、複数年シード行使しないと思うんですよ。なんとか頑張って、挽回してね、レギュラーツアーの試合獲得っていうのをね、まあ、やってくれるとは思いますけどね。もしダメだったら、残念ながらステップ中止になってしまうという、厳しい状況になってしまいます。 メジャー取った選手がここにいます。ね。まあ、こういう風になってしまうんですよ。本当に厳しいでしょそれ考えるとね。まあ、足の怪我からね、復活して、まあ、それでもね、なんとかこう、上がり調子になってくるかなって言ったところでまた下がったりしてね。なかなかこう、シード選手としての復帰っていう感じはなくなってしまったんですけどね。いやー、ちょっと辛いな。かなちゃん頑張ってほしい。 横見で桜ママもここですね。まあ、なんとか踏ん張ってほしいですね。ステップじゃなく、レギュラーでね、頑張ってほしいなと思います。はい。そして、1位通過の寺岡さやかちゃんはここですね。こういうのがあるんで、どうなのかなっていうのはありますね。試合感がなくなる。なくなりはしないんだけども、ちょっと遠ざかる。試合からね。だから、あの、徳永選手みたいにね、 2位だったんで、ファーストから出場するっていうことになって、それでこう、なんていうの、自分の試合感っていうのをこう保ちながらね、あの、このファイナルに来れたっていうのは大きいのかなと、これ見ると思いますけどね。ま、たまたま調子悪かっただけですっていう状態なんであればね、挽回できるような実力を持った子だと思いますけどね。それから辻玲選手もさ、 ちょっとね、惜しかったからね、伊藤園でさ。だからちょっと、あの頑張りを見せてね、ここは通過してほしいよね。はい。他の選手もこんな感じになってますけどね。大山志保さんなんとか出場したんですね。足が痛いって言ってね、あの、試合途中棄権したりもしてたけど。まあ、ちょっとね、原因がわからない足の痛みとかがずっと続いてね、試合に全然出れなかった元賞金女王ですけどね。 まあこういう選手も出ておるという若い子たちばかりじゃなくてもねいや素晴らしい選手がたくさんいる中で競,わ競ってねレギュラーツアーの座を獲得しなきゃいけない本当にサバイバルですよねはいなんとかね頑張ってほしいかなと思いますけども皆さんの好きな選手いますかねあの応援メッセージでも まあこの選手もうちょっとクローズアップしてくれというお願いでも構いませんのでね、ぜひコメントを入れていただければと思います。はい、それではコメントを読ませさせていただきたいと思います。まあ今日はちょっと少なかったんですけどもね、まずはじめにロップノールさんから。古、え、江、ー、選手ベアトロフィー獲得おめでとうございます。本当に素晴らしいですよ。ね。 ものすごい選手たちのひしめく中で今年はメジャーも仕留め最後もいい結果でさすが世界のフレ健在でしたね来年度も頑張ってください年間2勝はお願いしますと応援してますとねはい2勝いけるんじゃないかなって私は踏んでるんですけどね,ねまあメジャーはちょっとあの2年連続メジャーっていうのはかなりあの大変なことなのでどうかなっていう。 のは十分可能なあの選手と思ってます、ねはい。それから吉さん、えー、西郷選手のホールバイホールが違ってますね。10番スタートですよ。公式が間違ってますけどね。と、はい、公式そのまま使ってしまったのでね。後からあっちゃーと思いましたけどねあの。ご指摘ありがとうございます。はい。まあ、公式もね。まあ、アメリカなんでね。 <laughs> まあ、アメリカはバカにするわけじゃないんだけどねまあそういうとこありますねアメリカのね人たちのやることってねまあ日本人みたいに生真面目な人たちばっかりではないのでまあいっかみたいな感じでねこういうことにもなりかねないというね、はい、ちょっとしょうがないですね <laughs> はいそれから、えー、原田さんっていうのかな、えー、桑木さん大学辞めたの えー、保育士幼稚園の先生になる夢を持っていた気がするがゴルフが大成したので1本で行く決心がついたのかなまあ頑張っているのでね <laughs> まあもう <laughs> 今から保育士になるっていうそんな感じですよねダメだったらだけどねもう相当稼いでますからね <laughs> あの普通に保育士 になったりねあの,幼稚園の先生になったりすする何倍もすでに稼いでますよね <laughs> なので、まあこのまま行くでしょう、まあ、ゆくゆくは、まあ、アメリカツアーにも行きたいって言ってますからねそういうことになると思いますよねちょっと独特なスイングする子なのでまあアメリカに行くとまたあのそれが、まあ、あの普通になってくるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、この選手、まあ、独特なスイングだけどこんな感じだよねと。 ちょっとこう注目される感じになってくるといいなと思いますね。はい。それで、これが最後になっちゃうかな。えー、これ何でしょうね。ユーザーなんとかって。これユーザーなんとかっていうのね、なかなか直んないんだよね。はい。犬塚さんですかちょっと分かんないですよね。はい。え志村雛子選手は来年,来年頑張れ。えー、何場よいから 笑えばいいかからってことかな、はい、動画主さん何熱くなってるのたかがゴルフスポーツですよ。ゴルフスポーツですよ。余興息抜きなんだよね、スポーツって。まあまあ、あのー、そういうふうな考えの方もいらっしゃると思いますね。はい、多分私の熱い思いっていうのはわからない、あのー、部類の方だと思います。ゴルフの見方がそういう感じなので、ね、の、はい、まあ、あのーまあ、楽しむため、 であの息抜き、まあ、暇つぶしというかねまあ楽しむ見て楽しむっていう感じで見てらっしゃるんじゃないですかね。だからあの例えて言うならね例えて言うならばまああの何熱く語ってんなこいつって多分思ったと思うんですよ。いや熱苦しいなこいつって<笑><笑>思ったと思うんですけどね。で何かっていうと、まあ これの例えで分かるかどうか分かんないんですけど私の今勤めてる会社の同僚の親がねあの登山が大好きでもうしょっちゅう登山に行くと山登りですよ私登山ってあんまりこうね疲れるし <laughs> 苦手なんですけどねいやそういう登山が好きっていう人ね山登りが趣味っていうまあ休みになるとこう登山に出かけるという方たちに お前山登って何,あの何が楽しいのと。バカじゃないのと。いや頂上に登ってねあの達成感というかね、まあ、景色も綺麗だしいや景色綺麗って言ってもねもうネットで調べればあのその登山でこう頂上に登った時の綺麗な景色とか調べれば出てくるでしょ。 <laughs> まあ,あれ見,見れば景色なんか見れるし別にわざわざ登んなくてもいいんじゃないのって、ね、なか疲れることな何が面白くてやってんだろうねよくわかんねえなって多分,多分それと同じ感じだと思いますよお前何熱くなってんのってゴルフはもうただのこう余興でしょと楽しむために見るもんだよこのゴルフっていうのはとでそういうふうに思ってらっしゃる類の方だと思いますね、はい、だから、まあ、よくわからないと。 何が熱くなるのか、何がそこまで熱くさせるのかわ分からないと。そういうことですよね。多分ね。だから、多分この、えー、犬塚さんであってるんですかちょっとあの分からないけど。あの、この方が、まあ、例えばね、例えばの話。この方の娘さんが、例えばのプロゴルファーだとしましょう。ね。例えばの話ね。で、プロゴルファーなんだけれども、 もう毎日ね、あの、練習して、必死に練習して、トレーニングをして、まあ、コーチにもついて、一生懸命頑張ってると。それでも、全然試合で、ね、勝てるどころか上位にも行けないと。まあ、毎日こんなに頑張ってるんだけど、なかなか上位にも行けない。ステップアップツアーでも、レギュラーツアーはおろか、ステップアップツアーでも上位に行けないと。もうこんだけ頑張ってるのにっていうのを、あの、この、 方がね娘さんを間近で見てるとしましまょう例えばね、例えばの話。であの、友達に言われるわけですよ。お前の娘全然ダメだなと。もうやめちまえと、まあ。仕事探してね、まあ、就職した方がいいよと。これじゃあ、ね、プロとしてね、全然ダメだから金稼げないやつなんかもうプロじゃねえよと。もうやめちまえと。言われたら、めちゃくちゃ腹立つでしょねえ。 いや、こんだけ頑張って、うちの娘ね、こうやってこうやってこんだけ頑張ってるんだよと。いやいや、お前ね、結果だよ、プロはね、結果でだ、ね、よ。何言ってんのと。みんな練習してんだよと。そんな当たり前だろうと。もうやめちまえ、そんなのと。いうようなことを言われたらね、熱く語りたくなりません自分の娘だったらね。まあ、渋子ちゃんは私の娘じゃないけれどもさ。はい。 私以上にしぶ子ちゃんが好きな大ファンの方っていうのもこうたくさんいるわけでねその方たちがもうわざわざアメリカに行ってまで応援するっていう方たちもいらっしゃるんですよねまあそれとかまあ日本に帰ってきた時も必ず行くっていう方たちもいらっしゃいますしねまあそういったこう足を運んだりまあ何かあ,のあればあのまあこの間 動画で紹介しましたけどそういうイベントとかだったらもうお金払ってでもこうイベントに行きたいとね場所が遠くてもね交通費かけてしぶ子ちゃんに会いに行きたいというような熱い方たちファンの方たちっていうのをまああのバカじゃないのそんなお金払ってっていうような感じのこう見方しかできないっていうあの感じなんじゃないかなと思いますよね例えて言うならね なんかそんな感じなんですよ。あの渋子ちゃんファンの熱い方たちって私も含めねそんな感じなのでまあちょっとあの感覚的にねわからないかもしれないけどそれだけなこう強くあのファンとしてねあの応援する気持ちがあるっていうのがあの少しでも、ね、理解できたら本当の意味でわからなかったとしてもねなんとなくこうイメージでね あのああそ,うそういうことねみたいな感じで分かっていただければあのゴルフっていうのはまた見方が変わってくると思うんですよね。ががゴルフたかがスポーツですよっていうのはね確かにそうなんだけどねやっぱりそこにあのもっと深みを持ったものをあの見出している方たちがすごく多いっていうのを覚えておいていただければなと思いますね。はい、なななんんで優勝もしてない人たちをそんなに一生懸命応援するの っていうとまだ理解でできないでしょ、ね、えあのツアーで一回も優勝したことない選手の応援団の方たちの気持ちってえなんでこんなねあの弱い選手応援してんのみたいな感じで思っちゃうでしょねえまあたかがスポーツって思ってる人はねだからちょっとわ、あのー、からないかもしれないけれどもねそこまで熱くなれるっていうのが素晴らしいなと私は思いますね。 あの観戦に行ったらいますよ一度も優勝したことのない選手をね一生懸命応援してずっとついてってる毎試合ね応援団の方たちすごいなと思います私はねなんでこんな優勝もできない弱い選手を応援するのとは絶対思わないんですよ私はね、はい、すげえなと思いますねそこのこう気持ちの入れようというかねそういうね犬塚さん が、あの熱くなれるものができたらいいですね。幸せになれると思いますよ。ま今,今以上にね。すごく幸せな時間を過ごせると思いますよ。はい。まあそんなこん、そんなこと言ってもね。まあ、感情だからね。あので心から湧き出る思いだからね。まあ、それはなく。ても別に <laughs> いいんだけどね。はい。 そういう感じだなっていう、な,なんとなくそういう、あの、暑苦しいけれどもね、まあそういうやつ、そういう部類のやつなんだなと私のことを思っていただければと思いますね。はい。もうちょっと、あの、こいつキチ違いじみてるなとかね、そんな感じで <laughs> 思っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン。 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「